ェアリーサークル完成。ここで私と踊らなきゃいけないんだもんね。ちょっと照れるね、これ。いつも自信たっぷりのお兄ちゃんがそんな弱気なんて珍しい。そんなことで胸張らないでよ。でもダンスなんて武器を持たないソードスキルみたいなものでしょ。二人で息を合わせれば大丈夫だよ。さあ、音楽が鳴ってるつもりで。いた。私は大丈夫。ほら、リズムをとって。そう、1、2、1、2。月のペンダントも光ってる。あ、影に人が。ああ、愛しい人よ。ようやくあなたに会えた。兄様。あれって占い師さん？そっか、月のペンダントの持ち主って占い師さんだったんだ。ありがとう。君たちのおかげで私はまた最愛。兄様の胸に再び抱かれる日が来るなんて。これからはずっと一緒だ。兄弟の絆は未来永劫分かたれることはない。兄様。行っちゃったね。私たちに持っててほしいんだと思うよ。そうだよ、気づかなかった？お兄ちゃんは兄弟が愛し合ったらおかしいって思う？そういうことありえるかもって考えたことない？じゃあもし兄弟でも血がつながっていなかったらどう？私知ってるんだよ、本当のこと。お兄ちゃんと私が本当は血がつながっていないって。事件が起きてから少し経った時にお父さんとお母さんが教えてくれたの。お兄ちゃんが本当はお母さんのお姉さんの子供だって。それを聞いた時私すごく混乱しちゃって、お母さんにもひどいこといっぱい言っちゃった。頭ぐちゃぐちゃだったけど、一番気になって不安だったのはお兄ちゃんはずっと前から私が本当の妹じゃないって知ってたんだよね。じゃあお兄ちゃんにとって私は何だったんだろう。まるでお兄ちゃんの妹だったことが嘘に。そんなことはないって思いたかった。でもそのことを聞きたくても、お兄ちゃんは SAO に行ったまま。もう、だから、私ここまで来たの。霧ヶ谷和人と、霧ヶ谷すぐはが、一体どんな関係なのか。2年ぶりにお兄ちゃんに会えたおかげで、いろいろ見つけることができたよ。血が繋がっていなくても、やっぱりお兄ちゃんは、私のお兄ちゃんだってこと。
ね。もう一つ見つけたの。ううん、本当はずっと心の奥にあったのを知ってたんだけど、でもその気持ちを見つけちゃった今はね。違う、だってそれってどっちにもなれるってことだよね。お兄ちゃんの妹にも、それ以上にも。お兄ちゃん、私の気持ちもあの月の姫と同じだよ。離れ離れになっても絶対に追いかけるから。だからこれからもよろしくね、お兄ちゃん。Thank you.
な。えい。いよいよか。それって
そうだな。よう。なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。わかった。頼むな。よし。それではボスの攻略に向かいましょう。
なし。了解。おう、キリト、この層のアクティベート済ませてきたぜ。まあ聞いてくれや。86層にいる老人の NPC が攻撃スキルの習得クエストをくれそうだって情報を買ったんだよ。まあ聞けって。それでその老人のとこに行ったわけだ。そしたら延々長話を聞かされた挙句、クエストなんて起動しやしねえ。とんだ無駄金を使っちまったぜ。そのじいさんの若い頃の武勇伝だよ。長すぎてあんまり覚えてねえけど、確か飛んでいるドラゴンの目を潰したとか、川向こうの扇を一撃で射落としたとか、そんな話だったかな。ん？よく考えると遠くのものを攻撃した話ばっかりだったな。いや、でも投擲スキル持ってるやつなんていくらでもいるのに、未だにクエストが起動したって話は聞かねえしな。お、キリト、おめえなんか心当たりあんのか。あ、おい、ちょっと待てよ。どこ行くんだ。